名古屋観光ルートバスメグルは名古屋市観光文化交流局が名古屋市内の名所を結んで運行しているバス路線。名古屋市 A バス上信営業所が運行を受託している。系統記号として公文書上では観光1が与えられている Web2 が案内上では使用されない。名古屋市中心部とその周辺に所在する観光名所を巡回するバス路線であり。 2007年7月から正式に運行を開始した。火曜日日曜日に金色に塗装された専用バスで運行されており、2010年4月からは平日1日13本、土日、休日は1日18本に増便されるとともに、Web3、新型のエコハイブリッド使用メイグルも同時に導入された。また、土日、休日の一部の便ではガイドボランティアによって、 沿線の観光ガイドが行われている Web3。ただし都合により乗務しない場合がある Web3。Web 運行時間は9時30分から17時までで、17時、名古屋駅発の最終便については短縮ルートで運行される Web3。原則として月曜日及び年末年始については運行を行っていない Web3。毎年3月のマラソンフェスティバル名古屋。 愛知開催日は、マラソンコースと多くの箇所で交差、または重複するため、全区間運休となる。お盆など時期によってはど、非休日ダイヤでの運行もある。系統は、名古屋駅を出発し、約19キロを、約90分かけて、循環運行されている、新聞に。ただし、最終便については、広小路伏見停留場の後、名古屋駅へ直行する、Web4? 料金案内料金は一乗車につき、大人一人210円、小に一人100円が必要。Web4? 現金のほか、マナコをはじめとする全国で発行されている、相互利用の交通系、IC カードも利用可能。Web4。また、メーグル1でチケットと称する当日乗降自由の乗車券を、大人一人500円、小に一人250円で販売している。Web4。 また、同乗車券を提示することで、沿線に所在する観光施設の入場割引や、飲食店、ホテルなどで所定のサービスが受けられる特典が付属している Web4。またその他、福祉パス、敬老パスや名古屋市交通局発行の1日、乗車券、土日祝日に限っては、土日エコ切符でも乗車ができる Web4。車内では画面による案内が行われる。 運行開始当初は、日のレインボー HR の9メートル車をベースに、東京特殊車体で改造された専用車両が導入された。この4台は、購入に際して、日本宝くじ協会の助成を受けた宝くじ号である。観光シーズンには、市営バスの一般車が使われる場合もあり、2009年には、大型のンステップバス1台が専用のラッピング装飾を施されて、 予備車に指定され、2010年にも1台が追加された。また2010年には、日のブルーリボン式ハイブリッド1台が、専用車に加わっている。全市、名古屋城、ループ全市、ものづくりと文化のルートバス名古屋、観光ルートバスメーグル運休の張り紙ウェブ、編集新聞、編集文献、編集。ありがとうございます。